京都市南部クリーンセンターは、京都市伏見区横王子にある清掃工場。京都市南部クリーンセンター第2工場2019年10月現在、第1工場と第2工場が稼働している。また、環境学習施設として、サステナ、京都が第2工場に併設されている。京都市環境政策局が管理を行い、1日に最大1100トンのゴミを焼却する。 また、クリーンセンターには南部主源リサイクルセンターが隣接し、一帯は環境政策局の中でも重要な拠点となっている。焼却炉の予熱利用として、出力 8800kW の廃棄物発電と横大寺単位区間への予熱提供を行っている。現在の第二工場は2019年10月に稼働した2代目である。初代の第二工場は2007年に稼働を。 終了したが、京都市の財政難により建て替え工事の着工が延期された経緯がある。VR 技術や煙突の展望台などを活用した環境学習施設、サステナ、京都を併設している。最先端の、さ、素晴らしいの、す、展望台の、で、南部クリーンセンターの、な、持続可能なという意味のサステナブルの語をかけて名付けられた。サステナ、 京都では、焼却炉やゴミ発電、バイオガス化施設など、ゴミ処理に要する大規模な施設を間近で見学できると、共に、焼却処理やエネルギー回収の技術など、世界最先端の環境技術などを学ぶことができる。エントランスでは、京都の環境や暮らし、地球規模の環境問題などを紹介している。展示室では、ジオラマを使った環境技術の紹介などにより、 環境について学ぶことができる。工場見学通路では、巨大なゴミピットの中で動く、ゴミクレーンや、焼却炉などゴミ処理の設備を見学することができる。ビオトープは、かつての横王子沼、小倉池の生態系の復元をテーマに整備しており、オニバスや水葵など地域を特徴づける植物を観察し、生物多様性を学ぶことができる。また、屋上には、 ゴミから出るエネルギーを利用した足湯や芝生広場がある。サステナ展望台では貸し出されるタブレットを使って、京都の自然、地域の歴史、文化を学ぶことができる。ABCDE、京都体験型の環境学習施設、サステナ京都オープン。朝日新聞。https w w w a s ド a ト h i c o m articles。 ASM251R4MB に、p l z b 0 0 q h t m l i f イコール PC スズデート2019年10月6日、閲覧。AB、京都市ごみ焼却施設から基準地調の非組織地内で2.4倍。京都新聞。 h t t p w w w k y o t o n p c o j p ススラッッシュポリティクラッシュアーティクルスラッシュ2 0 1 4 1 1 0 4 0 0 0 1 2 2 0 1 5年7月7日閲覧。ab、高さ66メートル、ゴミ施設煙突に展望台京都市計画、疑問誌も。京都新聞。 h t t p w w w k y o t o n p c o j p p o l i t i c s a r t i c l e 2 0 1 5 0 7 0 7 0 0 0 1 2 3 2 0 1 5年7月7日閲覧。京都市南部クリーンセンター第2工場パンフレット。ありがとうございます。